起点付近奈良市奈良坂町で撮影奈良市佐保台奈良市、神宮五丁目奈良市久宿町奈良市、東尾家急五丁目奈良山大通りとは、奈良市道奈良半南田原線の愛称である。奈良半南田原線は、奈良県奈良市奈良坂町北交差点から、生駒市南田原町内に至る、全長約 12km の幹線一級市道である。1966年に、 富ヶ丘住宅地内が開通し、1988年3月に、生駒市城庭台地区を最後に全通した。生駒市南田原町は、大阪府市城縄手市との境にある。当初は、外環状線という名称であったが、後に、奈良阪南田原線となる、1987年には、一般公募によって、奈良山大通りの愛称が付けられた。 奈良盆地北部の丘陵地を東西に通っており、奈良市内の約3分の2の区間は片側に車線でそれ以外のところでもかなり広めの道路となっている。南北の谷間や稜線を越えて東西に道路が作られたため、急坂を登り切った直後に急なくだ坂になるような箇所がいくつか存在する。 東道路は1960年代半ばから大阪市や京都市、奈良市中心部へのベッドタウンとして開発された奈良市北西部や生駒市北部のニュータウンを結ぶ交通の動脈であり、平常ニュータウン建設時には幹線排水管、新大淵幹線が埋設された。東道路の開通前後から沿線には住宅地や 教育施設が開発されており、さらに1980年代後半頃からは、奈良県道52号奈良聖火線との交差点周辺を中心に、住宅地の住民をターゲットとした、両販店が多数出店している。奈良県道701号とは、道続きになっており、この県道を経由すると、ハン道路登山口交差点に至る。交差する場所の格好書きは地名、それ以外は、 交差点名で表示、ありがとうございます。